何かを言われて腹が立つって。でも引き受けたのはお前さんの方だろ。いや、引き受けてないって。だって相手の嫌な言葉を言葉として受け取って引き受け落ち込んでるのはお前さんじゃないか。そいつの言葉が謎の中語だったらお前さんの頭を通過していくだけなんだよ。それをネガティブな言葉として受け取って気づいてるのはやっぱりお前さんだよ。嫌な言葉は腹で受け止めないで後ろに流す。ただし目だけは真剣に聞く。相手の言葉のチョイスは申し訳ない、こちらではどうすることもできないんだよ。受け取るか受け取らないかはこっちが主人公なんだよ。